えーこんにちは今回もエポック切り替えの動画の方を送っていただきましてありがとうございました体のステーキング報酬ね順調に使うことにどん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 入っておりましてこれはすごいなぁと儲かるなぁというのと同時に儲かるのも大事なんですけどもプロジェクトが進んでるなぁっていうところがねこうやって明らかになっていくところに私たちの喜びとか安心感とかがあるわけですよねまあそもそも体のエーダプレセールで買った方はまさかねこういうことになるとは思わなかったと思うんですよもちろん 期待はしていたと思うんですけども、実際に具体的にどういう風になるのかってイメージつかなかったと思うんですよね。でも、あれから数年経って上場を迎えて、この2021年は間違いなく体の間の大きな節目になったと感じる方多いんじゃないかなと思います。ちょっと価格をね、振り返ってみたいんですけども、今年の1月2月ってどのぐらいの価格だったか覚えてますかね確か50円にも満たないような、本当10円とか20円うろうろしてるような金額だったと思うんですよ。それが4月あたりですかね。 急速に伸びていって100円を突破してそれから100円を割ることはなくなったわけですよで一時期は200円を突破したまあ夏の時期とかがあったりあとね300円を突破して350円あたりをつけたこともありましたよねそれが9月とか10月とか秋のことだったんではないかなと思いますまあ、もちろんそこまで価格が上がるとプレセールで買った方なんていうのはねまあ完全に送り人になっちゃうわけですから決済をする方もいたんじゃないかなと思うんですよ その時の決済額が、うろ覚えで申し訳ないですけども、1兆円、5000億円、3000億円みたいな3つの波があったと思うんですよね。つまりは、プレセールで買った人がだん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 、まあ、あ決済を、まあしてきたってことじゃないかなと。一番高値で決済した方が、まあ1兆円分の決済をして、次の波で合計で5000億円ぐらいの決済があって。 そして価格が落ちていったところで、やっぱり同じような量を決済したんだけども、3000万円ぐらいに落ち着いて、で、最近は、まあ、上下がね、そんなに変わりがないよと、せめぎ合ってるよっていう状態で、まあ、少しずつ下がってはいるんだけども、下がった分誰かの新規の買いが起きてきて、そういう感じで、これからね、またおしめを作って上昇傾向に向かう、そんな、12月、1月を迎えるんじゃないかなと思います。まあ、私のね、無責任な予想では、今年中に500円を突破すると、550円ぐらいになるんじゃないかなっていうふうな期待9割、 予想1割ぐらいで思っていたんですが、まあこれは来年に持ち越すことになりそうですよね。まあいずれにしましても、これから必要なことは一つ、年末の決済をして、きちんと、風邪をね、えー、控えて、まあ、日本円に変えていくことかなと思います。そしてもう一つは、来年カルダネーダがもっともっと進んで、今年にも増した期待ができるってことですよね。うん。 まあ控えめに10倍になったとして考えてみましょう。来年10倍になるとしたら、ちょっとね、話が出そうですよね。まあ、ということで、5日ごとにリピさんからもこうやってね、動画も送られてきますので、安心安心でございます。ブロックチェーンエキスポも大成功の上にね、体のチームが活躍してくださったということで、私も非常にうらやましい、れしく思っております <laughs> え。最後はね、ちょっとまとまりのない話になっちゃいましたけども、まあ、一つ言えるのは、体の万歳でございます。それでは、今回は以上です。